よし。とりあえず俺の責務は全うしたな。任務完了。撤退するか。何を言ってるのよ。あれ？ミオじゃないか。マットが聞いて呆れるわ。ただ眠っていただけじゃない。青いな。眠るのも仕事のうちって言うだろう。あなたの場合は眠るのだけが仕事ね。で？なぜ菜食兼備のお嬢様がかような補修事業に？もしかして俺が目当てだな。バカ言わないでよ。誰が毛虫みたいな人。ちょっと傷ついたぞ。補修といってもね、自主参加の講義の意味も兼ねてるわ。単位が足りなくて出席しているような人とは訳が違うの。いい？うん、いいよ。頭が悪くなりそう。そういえば結城のやつと一緒に帰ってるんだって。あなたに関係ないじゃない。そうだな。年下だけど結城くんは優しいし、私のことを気遣ってくれるわ。おお、それはよかったな。なんだよ、その不本意そうな顔は。また妙なことに首を突っ込んでるのか。妙なことって何よ。結城から聞いたぜ。例の好奇心が頭をもたげてきたってさ。そんなこと、彼に少し質問をしただけ。ふーん。言っておきますけどね、
ニーよ、窓の外を向いてこっちを向きなさい。いや、相変わらず説教癖治っていないみたいだな。あなたにそれを。ごめんなさい。あれ、君は。風のように言ってしまった。確か肌のカンナちゃんだ。彼女も補習を受けていたんだ。転校生の畑野さんね。1ヶ月ほど前に来たばかりの子じゃない。またいやらしい目。女と見ると見境なし。何を。あの畑野さんはやめといた方がいいわよ。なんだよそれ。詳しくない噂も聞くし。ふふん、分かったぞ、ミオ。何をそのにやけた笑いは。カンナちゃん可愛らしいからな。ふふん。だから、何よ。ミオのクラスにおける地位の危機だよな。危機？お嬢様って人種は何でも一番じゃないと気が済まないらしいしな。バカバカしい。気にしていないもの。ほう、全くか。全く。全然か。全然。問題ないな。ないもの。いいな。よし。ちょっと、何ズボンを下げてるのよ。オーケーなんだろ。ジョークじゃないか。まったく日本人はジョークを返さないというが本当だな。あなたのジョークには品がなさすぎるわ。人前でズボンを脱ぐのはジョークとは言わないの。いい？大丈夫だ。ミオの方が可愛いと思うぞ。何？急に。って言われたら嬉しい？違うわよ。まだ何も言っていないぞ。そのにやけた顔を見れば何を考えているかわかるわ。ほう、では俺が何を考えていたかはっきり言ってもらおうか。どうせその。え、聞こえない。その何言わせるのよ。一体。もう帰る。しかし彼女なんて言ったんだろうな。なんだか興味があるぞ。またもや寿命が縮まりました。あ、この間の抜けた声は僕ですよ、結城です。なんだよ寿命って。島津さんと拓也さんの戦いは見ていて疲れます。とっくみ合いだったらいいけどな。分かってます。どうせ寝技でしょ。その通りだ。ところで拓也さん、島津さんは。なんだ、見ていなかったのか。ああ、突然怒って帰られたようなので。うん、ミオならもう帰ったぞ。お前の姿を見たら一目散にそこの窓から飛び降りていった。そんな。僕もすぐに行かなくちゃ。おい。そうだ。大事。拓也さんにお伝えすることがあって。お前な、
心臓に悪い出方をするなよ。さっき1階のホールで一条先生が探していましたよ。一条って美月さんが？はい、じゃあ伝えましたからね。さあ島津さんを追いかけなくちゃ。なんだか霞がかかっているような保健室だな。消毒液とニコチンとタールの匂いが微妙に混ざり合って幻想的な匂いを醸し出しているぞ。これを嗅いでいるだけで俺はうってな感じでピュピュッと。こらこらこら、そんなところで出されても困るぞ。何を出すんだよ。タバコの煙は煙たいからな。涙に決まっている。ナイス。
涼しいな、保健室は。ダメだ。は？君はよく寝に来るからな。要注意だ。一人寝は寂しいぜ。エリコ先生と一緒なら楽しいけどな。アホか、君は。すん。で？で、何かね。それは私のセリフだが。いや、エリコ先生の心の代弁者だから、俺って。そういえば、タクヤ。なんだい、エリコ。あのな、教師を呼び捨てにするやつがあるか。生徒は呼び捨てにしていいのか。私は担任だ。俺は納税者だ。何が言いたいんだ。いや、実はよくわからないんだが。冗談だよ、美月さん。一条先生を見なかった？最初からそう言ったらいい。で、知らないかな。彼女は確かもう非常勤講師を辞任したと思うが。知っているよ。ただ俺に話があるらしいって。知らないな。そっか。一条さんは確か竜蔵寺学長の秘書だったよな。そういう話だね。彼女について何か知らないかな。何かって何さ。例えばそうだな、良い噂でも悪い噂でも。いつから行為の先生がゴシップ記者になったんだい。それも仕事のうちなんだ。どうだ、その手の噂を聞いたことはないかな。ないな。だいたい他人のゴシップに耳をそば立てる趣味はないぜ。そうか、君はそういうタイプの人間だな。君は明日も補習だからな。ああ、灰色の夏休みってわけか。そうだな、外に出るか。タクヤ。なんだい？一条さんに会ったら一度話をしたいって言ってもらえないかな。自分で言えばいいじゃないか。君の方がおそらく先に会うだろう。頼んだよ。わかった。失礼します。やっぱり誰もいないみたいだな。このまま何もしないで帰るのも尺だよな。よし、この俺様が室内のエントロピーを増大させてやろうか。せーの。
おや、君は高台の。いやあ、龍蔵寺学長様様。似ているな、そういうところが父親に。昨日はあまり話ができなかったね。ええ、特に話すこともないようですし。どうしたのかね。いえ、ちょっと人を探していたもので。この研究室に？ええ、いなかったみたいですが。歩美君は元気かね。ま、不治の病にもかかわらず元気に生活しています。彼女は強そうに見えて弱い部分も持ち合わせている。これは高台からの受け売りだがね。あゆみさんの恩師だって聞いてますけど。正確には高台、君の父親が直接の恩師ということになるな。私はあくまで彼女のゼミの一つを受け持っていただけでね。あゆみ君は高台の研究姿勢に痛く感銘を受けていたようだよ。ってことは親父は教え子に手を出した。まあそうなる。結果的にはということだ。付き合う者同士に年齢も身分も国境すらも関係はないだろう。彼女は利発で知識欲の旺盛な優等生だったからね。大学に残って研究を続けていればいい学者になっただろうが。惜しいな。
君も歴史に興味があるということだね。え？一条君から聞いているよ。よく研究室へ来ては歴史に関して学んでいたそうじゃないか。ええ、まあ血は争えるな。親父、父とは親友だったそうですね。うん、なんと学生時代からの腐れ縁だよ。父は何を研究していたんですか？そうか、聞いていないのか。では、彼から何かを受け取ったとか、そういうことは？昨日も言っていましたね。何も受け取ってはいません。突然死にましたから。そうか、それは残念だね。一体何なんですか？彼とは共同の研究の途上にあったんだよ。親父と共同研究？彼が死んだのは非常に残念だよ。こういう時に言うのもなんだが、その研究途上の資料類は引き継ぎたいと思っている。龍造寺先生、たった今1階にお車が到着しましたが。どうしたかね、一条君。いえ、そのお車が到着しましたが、先生いかがなさいますか？うん、そうか。では有馬拓也君。何でしょうか？いずれゆっくりと話し合いたいものだね。何に関してでしょうか？君の父親と、そして君自身のことだ。それでは失礼するよ。一条君、行こうか。申し訳ございません。研究室に私の備品が残っていましたので、その整理をしてからすぐに。そうか、では下で待っている。美月さん、もうびっくりしたわ。同じくさ、いきなり美人が現れたもんだから。相変わらずね。俺を探していたって話だけど。ええ、あなたがこれからどうするのか、それを聞きたいと思って。これから？そうだな、帰ってクソして寝るってのはどう？バカ、私が言っているのは。分かっているよ。でもみんなそのことを聞くよな。とりあえず卒業はするつもりさ。その後は分からない。じゃあこの境町学園を退学するつもりはないのね？ないな。美月さんがいなくなるのは寂しいけどね。それを聞いて安心したわ。そういえば先生と何を話していたの？龍造寺さんとかい？ええ、親父のこととかその辺のことさ。そう。何か呼んでるんじゃない？そうね、機会があったら話をしたいわ。あ、俺もだよ。そうだ、美月さん。何？好意のエリコ先生が何か話があるとか、なんとか。武田先生が？うん。そう、わかったわ。それじゃ。
シュテーム。あゆみさんじゃないか。どうしてここに？って質問は愚問だよな。一応現場の視察というところね。そっか、大変だね。安全な場所から命令だけをするという上司にはなりたくないから、こうして視察に来るのよ。その心意気はいいけど、怪我をしないでくれよな。ありがとう。こらこらこら、そこの男、勝手に入っちゃいかん。こらこら、作業場の現場監督たる僕の許可なしにここへ入るとは何事だ。なんだお前は。ふん、僕のことを教えてやろう。僕、現場監督か。何？なぜ知っている？さっき自分でそう言っていたじゃないか。そうか。まあいい。言っておくが、僕が監督をしている限り、何人たりとも立ち入り禁止区域には入れないからな。あの、豊臣君。有馬さんじゃないですか。来ていらっしゃったんですか。ごめんなさい。私の息子です。おう、有馬さんのご子息がさぞや育ちの良い坊やでしょうね。で、そのご子息は今どこに？おい、なんだ、まだいたのか。ここは立ち入り禁止だぞ。さっさと。彼が私の息子です、拓也くん。おお、なかなか頭脳明晰、容姿端麗なご子息ですな。さっきと言ってることが違うぞ。有馬さん、ご子息とはいえ現場監督の僕の許可なく。ごめんなさい、すぐに帰るよう言いますから。よろしくお願いしますよ。バタバタしていて。
誰だい、あのバカは。ダメよ、そんな言い方。だってどう見ても彼は豊臣くん。立場的には一応私の部下ね。なんだ、無能な手下 A というやつか。そんな言い方をしないの。彼は仕事をそつなくこなすし、とても役立っているわ。もしかして。バカ言わないでくれ、あいつなんて関係ないさ。そうかしら。今自分に学校は。そんな不安そうな表情で尋ねないでくれよ。一応授業は終わり、晴れて夏休みを心ゆくまでエンジョイできるって寸法だ。あら、担任の武田先生から聞いてるけど補習がまだ。ヘリコ先生の言うことは根も葉もないデタラメだと本人が言うでしょうが、本当ですって言っていたわ。テストの結果なんて数字上のものよ。元気出して。いや別に落ち込んではいないんだけど。テストなんて便宜上のものだもの。拓也くんの人柄や性格は。もっと悪い評価かもしれないよな。そんなことないわ、あゆみがよく知ってる。拓也くんはやる気になりさえすればすごいと思うんだけどね。すごく悪くなるってオチだと面白いよな。一頃学年ベスト3に入ったこともあるって龍蔵寺先生から聞いているわ。魔が差してね、なぜか勉強していた時があるんだ。高大さん、お父さんと同じ道を歩むって思っていたけど。いや、その予定は全くない。ねえ、拓也くん。なんだい。拓也くんはもう部活を。やめたよ、それは本当。そう、小さい頃からやっていたのにね。別に、親父に無理やりやらされていただけさ。心配することないよ、単に3年って学年を考えた結果だな。進路なんかも決めているの？なんとなく心に決めてる。そう、
拓也君ももう大人だし、いろいろと考えて決めたことよね。ただ後悔だけはしてほしくないわ。しない。そうならいいわ。そういえば拓也君宛てに小包が届いていたわ。小包？通販のアダルトビデオから？あ、いやいや、じゃなくて、いや、その発送元は誰なんだい？いえ、何も書いていなかったから。何も書いてないか。誰だろう。そうね、大きさはこのくらいかな。20センチ四方か。わかった、結城のやつに頼んでいたアダルトじゃなくってあれだ、デザイン用ビデオ。芸術性の高い女性のポーズ用人物デッサンビデオ、これだ。そんなことだったら言ってくれれば協力したのに。は？ビデオと同じことをすればいいんでしょ。生の方がよりいいとは思わない？生の方が、そのジュニ、来てもらえますか？はい、今行きます。仕事だから行くわね。ああ。今日は龍蔵寺先生のところへ寄って工事拡張の打ち合わせをしてから帰るわ。また遅くなりそうかい？早く帰るわ。待っていてくれる？じゃあ、拓也くん。あ。
はい、有馬ですが。拓也くん。そうですが。あれ、あゆみさんかい？そう、よく聞いて。どうしたんだよ、焦ったような声を出して。今日、拓也くん宛てに届けられた。
Thank you.
誰かいるのか？返事をしてくれ。親父か？親父、あんたなのか？どうしたんだよ、返事をしてくれ。おい、親父、いるのか？いたら返事をしてくれ。おい、大丈夫か？おい、しっかりしろって。気を失っているらしい。これじゃ話どころじゃないな。気づいたみたいだぞ。どうしたんだい？夜間水泳でもしていたのか？黙ってちゃわからないぜ。岩場にそんな裸でいたら怪我をしてしまうぜ。
ふう。あのな、いきなりその、気分は悪くないが、こういうことはだな。何？おい、今病院にでも連れて行ってやるからな。おい、どうしたんだ？おい。冗談だろ？おい、しっかり。やめようぜ。なあ、おい。親父！こういうタチの悪いジョークはやめてくれ。やっぱり、本当に死んだ。死んでる。おい、なんとか言えよ。こんなところで、おい！嘘。消えてしまった。消えた？なバカな、マジックじゃあるまいし、人間が忽然と消えるなんてことが。なるほど。いや、因果律の流れに捨て去られたか。龍蔵寺さん、それにあゆみさん。たくやくん、今のは一体？俺が聞きたいくらいさ、あの野郎の手紙を。手紙？いや、そのあゆみさん、あの電話はどういうことだ？すべては有馬光大の思慮と意図の結果、君の持っているそれとともに。
君の持っているそれだ。この鏡と妙な装置のことか？それらの意味するところは、おそらく我々が考えるよりも大きなものを保有しているのかもしれないな。それが彼の残した遺産か。私はそれを手に入れねばならない。さ、それを渡したまえ。冗談を言わないでくれ。わけもわからず渡すことなどできないな。では簡単に説明しようか。どういうことなんだよ、あゆみさん。拓也君、私は龍造寺先生に言われて、あなたがここで。私が話そう、あゆみ君。それは俺のセリフさ。あゆみさんがここにいるってことは、やつの手紙を見たってことか。やつ？そうだな。ではまず、我々のこの空間、この時間は唯一無二のものではない。できるかよ。空間と時間は複数存在するということだ。空間と時間が複数？そうだ。あんたの学校で教えることと違うじゃないか。同じ場所、同じ時間に無限の可能性が存在するのだよ。そしてそのことを我々は知っている。君に託されたそれは、可能性という扉の鍵とでも言うべきものだ。可能性の鍵？そうだ。あんた頭がちょっとあれかよ。言っていることがさっぱりわからないぜ。その装置自体に大きな力は秘めていない。そうだな、概算でも高々50時間程度の幅を飛び越えるエネルギーしか保有していないのだからね。笑えるな、そいつは。君こそ今ここで気が触れないでほしいものだな。こんな時に嫌味を言う学長さんほど土地狂っちゃいないさ。どうかな。彼は何と言っていた？彼？50時間の幅を飛び越えるって言ったな。うん。じゃあ、あんたはこれはタイムマシンとでも言いたいのか？違う。違う？50時間を飛び越えたとしても、そこは唯一無二の場所ではないということだ。
全く別の世界ということはエネルギー的にありえない。そうだな。だが隣の世界という可能性はある。なんだって？この世を支配する法則。君の父親はそのことに気づいていた。あるきっかけを持ってね。きっかけ？君の母親だ。龍造寺先生、どういうことですか？あゆみさん、拓也くんの母親ってどういうことなんですか？言っていたわ。まさか広大さん。あの人からの手紙、どういうこと？拓也くん、それはその、おそらく有馬広大はどこかにいるのだろう。どこかにいる？いるんですか？ということは死んでいないんですか？我々のこの空間と時間内で探しても見つからないだろう。なぜそんなことがわかるんだ、あんたは。君の持っているその装置、それが答えだよ。有馬広大はどこかで生きている。そしてそれは何もこの空間と時間内である必要はない。じゃあどこにいるんだよ。我々と同じ場所であって同じ場所ではない。異なる世界のどこかにいる。先ほどの女性は全くの別ファクターだったようだな。私にも見えないことはある。知っているのか、さっきの女性を。知らんな。ただ予想はできる。誰なんだ。言う必要はない。さあ、それを渡してもらおうか。ライターってわけじゃないよな。もちろん鉛の弾が音速で飛び出す。龍造寺先生、俺が渡したらそれで撃つつもりだろ。そんなことはしない。俺がこの後警察に駆け込むかもしれないぜ。警察が介入すると歩美くんが困ることになるだろうね。いや、窮地に立たされると言った方がいい。どういうことだ。さあ、あゆみさん、どういうことなんだ。私は知らないわ。
嘘を自殺した。やめてください。わかった、渡すよ。物分かりがいいな。鉄砲にはかなわないからな。だが一つだけ教えてくれ。いいだろう。親父はどこかにいると言ったな。そう言った。それはこの装置があれば見つかる場所ということか。そうだ。この装置は一体何なんだ。だから言ったろう、無限に存在する時空間の可能性を見ることができる装置だ。どこか違う世界に親父がいるってことか。それは正確ではないな。我々と同じ場所にいるよ、彼は。だってあんたさっき。空間的物理的な位置は同じということだ。だが同じではない。専門道をやってるわけじゃないんだぜ。どのように君に話してもおそらく理解できないよ。らしいな。さあ、おしゃべりもここまでだ。その装置を。なんだ地震か？共鳴。いや、違う。拓也くん。あゆみさん。ぎゃっ。でかいぞ、この地震は。地震ではない。まさか。さっきの女性が何かをしたのではないか？さっきの女性って別に何も。あ、三角山が。光が眩しい。拓也くん、どこ？